演舞開演。どうも、本日はこちら日清ラオウ、まるで生麺、担々麺を食べたいと思います。中身はこのようになっています。麺とスープですね。ではこの麺をこちらの具材たっぷりの中に入れていきたいと思います。スープ出すと、それでは茹で上がるまで少しお待ちください。茹で上がりました。混ぜてみるとこんな感じです。ちょっとスープがちょっと見えにくいですか。ではいただきます。この食感、本当に袋麺？野菜にもしっかり刺激が加わって美味しいです。やっぱり麺だけだと偏っちゃいますからね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。